回ご紹介させていただくのは2013年式スマート42クーペブラバスエクスクルーシブエディションテーラーメイドのお車です。はい、まず何といってもですね、こちらのお車売りが2つございます。まず日本限定です。日本でですね、限定140台のお車ってことで大変希少性が高いっていうのがまず1つでですね、もう1つがこちらの車非常に走行距離が少なくて7000キロとなっております。はい、であと、まあ、限定140台ということで、非常に装備が多く、ブラバスの仕様となっておりまして、多数専用装備がございます。フロントリップスポイラー、サイドスカート、リアスカートですね。であとブラバスの、ダークヘッドライトユニットと、あと外装面でいうとアルミホイールですね。でこちら前後のインチ数が違います。フロントが16インチでリアが17インチのサイズになっております。で横から見るとですね、非常にコンパクトなお車となっております。でも非常にコンパクトなんで運転のしやすさですね、他のお車に比べてだいぶあるのかなと思います。はい、で、リアなんですけども、リアゲートを開ける際なんですが、まずこちらのレバーを見ていただくとガラスの部分が上がりますんで、開きますんで、こちらを上げていただいて、下のゲートのところにこの左右にレバーがあるので、こちらを引いていただくと、このようにリアゲートが開閉されます。でだいぶ間口が広いので、お荷物の出し入れなどですね、非常にしやすい、仕様になっているんじゃないかなと思います。はい、で外装の状態なんですけども、まあ前後左右ともにですね、目立つ傷は特にございません。へこみもございません。非常に程度のいいお車となっておりますので、ご安心してご購入いただければなと思います。こちらの内装もブラバスの仕様となっておりまして、まず一番目立つのがですね、こちらのレッドレザーですね。特に背もたれ、座面ですね、あとドアのカバーのところなんですが、ダイヤモンドステッチが施されておりまして、非常に高級感のある仕様になっていると思います。あとこちらのブラバスのエンブレムもヘッドレストのところに刻印されております。ではエンジンかけてみたいと思います。こちらの車キーをですね、このシフトノブの後ろにある差し込む位置に挿していただいて回していただくとエンジンがかかります。はい、で内装面です と、メーターの部分もブラバスの仕様になっておりまして、こちらの時計もありますし、タコメーターもこちらもブラバスになっております。はい、あとナビなんですけども、クラリオンのナビになっておりますね。非常に使いやすい SD ナビになっておりまして、テレビですね、テレビもフルセグになっておりまして、であと内装面でいうとシートヒーター左右ございます。2段階ですが暖かさを選んでいただいて快適なドライブをしていただければなと思います。であと ETC は足元ですね。でエアコンはこちら手動で、こちらで風量で、こちらで温度をですね、選択していただいて、調節していただいて、エアコンの風だったりとかですね、温度を調節できます。あとは、こちら、フォーツグループの特徴であるパノラマルーフですね。開くことはないんですけども、紫外線のシートが貼ってあるので、暑くはないと思います。今回もこちらの車、非常に魅力的で、先ほども一番最初にご説明させていただきましたが、走行距離が7000キロ、あと外装の状態も非常に綺麗な状態ですので、お問い合わせが殺到するのではないかなと思います。僕個人としても非常にかっこいいお車のだと思いますので、ぜひご検討いただければなと思います。はい、それでは2013年式スマート42クーペブラバスエクスクルーシブエディションテーラーメイドのご紹介を終わらさせていただきます。ありがとうございました。